ご存じと日本のまだクラウドの進捗率は、まあ、他の先進国に比べても進んでいるわけではありません。でやはりそのパートナー様も、特に日本の場合は製造系そして SI 系のパートナーさんが主でして、やはりまだクラウドをですね率先してドライブするパートナーさんというのはそんなに多くないというのが、まあ、現状の中になります。でその中でFPT さんはですね、もうすでに、そういったクラウドのマイグレーションで10年来の実績をお持ちの企業だというふうなことで、まあそういったところで、さんぜひですね、日本のそういったレガシーのいろんなシステムをですね、一緒にマイグレーションできたら、まあ、我々のビジネスとしても非常に拍車がかかるかなということで、今回新しいパートナーシップをしたというのが、さまざまなやはりそのベトナムの、事業の中でですね、学生さんの教育からですね、その新しいそのコールセンターのリソース、非常にその、豊富なですね若い、エネルギッシュな社員の方が非常に多いというところが、大きく違うところで、日本の場合はすでにそのさまざまな企業体というのがある程度は成熟していますので、そういったところで少しそのレガシーがなかなか抜けきれないといったような、悪循環がある中でですね、FPT さんは真逆のすごくリフレッシュされたですね、若い優秀なエンジニアの方が非常に多いといったところで、ぜひお手伝いいただけないかということで、きっかけとなってですね、そうですね、プラットフォーム中心、例えば我々の会社もですね、Windows Office といったところがメインの商品で、大きくなったわけですけれども、新しい時代というのは、その上どういった付加価値、バリューのあるサービスを提供できるかと、クラウドというのはその一つだというふうに考えています。で、プラスアルファはですね、やはりそのパートナーシップというのは両方がですね、ある意味付加価値をさらに極めていく、我々のようなプラットフォーム、クラウド上のプラットフォームの中でですね、本社はさらに、実際にそのお客さん目線で立ってですね、どういった新たな付加価値があるのか、そこに対してどんなことが、単刀直入に言うと、まずは、コストの部分、そして、コストだけじゃなくてさまざまなやっぱり経験、さまざまなマイグレーションの実績というのが、日本のみならずですね、世界中にお客様の事例というのをお持ちだというのは、そんなに多くないんじゃないのかなというふうに思っています。なので、そういったところというのが、これからの強みになると思います。日本はご存知のようにまだまだそのレガシーのシステムというのが大量にあります。そういったところを一日でも早くですね、我々のクラウドのそして本社のさまざまな今までの実績、マイグレーションされた実績というのが、一緒になるとですね、まさにウィンウィンの関係というのが構築できるかなというところに大変期待をしております。